岩田拓也は愛知県一宮市出身のサッカー選手。岐阜県立岐阜工業高校時代には第80回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。片桐敦志いる、小木光太、土屋高明と同級生。浜松大学を経て2006年に FC 岐阜に入団。2007年からは FC ギフセカンドに登録変更され2009年までプレーした。2010年からはオーストラリアに渡り、日中は寿司屋で業務をしながらサッカーを続けた。2011年に所属したエッジヒルユナイテッド FC では全てのタイトルを獲得。2011年10月にオーストラリア A リーグのゴールドコーストユナイテッド FC に練習参加するもチーム財政難があり。 契約には至らず。2012年から、クイーンズランド州リーグのクイーンズランドブルズへ移籍するが、ビザの問題が発生し、ニュージーランドへ渡る。2012年10月、オークランドシティ FC に入団。FIFA クラブワールドカップ2012に出場し、1回戦のサンフレッチェ広島 FC 戦に、スタメンで出場しフル出場を果たした。大会終了後に一時は、 現役引退も考えたが、FIFA クラブワールドカップでの一勝を新たな目標に、ニュージーランドへ戻ることを決意。2013年5月に行われた、OFC チャンピオンズリーグの決勝戦では90分フル出場し、チームの優勝に貢献。3年連続での FIFA クラブワールドカップへの出場を、手にし、2013年8月オークランドシティ FC と契約更新。 2014年もオークランドシティ FC は OFC チャンピオンズリーグで優勝し4年連続で FIFA クラブワールドカップに出場。クラブワールドカップでは全試合にフル出場、守備で活躍しチームの3位に貢献した。2020年9月16日、神奈川県2部リーグのハヤブサイレブンに移籍した。しかし2021年3月4日、 福井ユナイテッド FC に完全移籍により加入した。エッジヒルユナイテッド FC セントラルユナイテッド FC、オークランドシティ FC エッジ、ヒルユナイテッド FC セントラルユナイテッド FC、オークランドシティ FC。ありがとうございます。